タンブラーのシビライゼーションラジオ。はい、どうも皆さんこんばんは、タンブラーです。はい、今週の土曜日のシビラジオですね、やっていきたいと思います。本日は8月の19日の土曜日ですね。はい、ラジオの方をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、先週ですね、1週間ラジオの方ですね、お休みさせていただきましたんで、8月12日の日だったかな、その日が休みでしたんで、まあ、1週間ぶりのラジオということになります。はい。今週がですね、前半の方の、まあ、シビライゼーションの、こう、プレイ雑談みたいなね、そんな感じの、こう、ことを、まあ、ラジオでは主にお話をしてるんですけども、今週から前半はね、ちょっと少なめになります。というのもね、まあ、後半の方ですね、もう、まあ、長くやってますけども、シビライゼーション6に登場するですね、指導者と文明の紹介ということをですね、やってるんですけども、そちらの方ですね、いよいよ、もう、本当に終わりが近づいてきましてですね、あと4つの文明を残すところのみになりました。日本と、あと、まあ、現代日本の関連が深い国ですね。アメリカ、中国、韓国。多分まあ、全部やったと思うんですよ、それでね。まあ、指導者ね、本当にね、数多くなっちゃったんで、リーダーパスも追加されましたね。増えちゃったんで。まあ、全部指導者は紹介できてませんけど、少なくとも文明としてはね、残り4つという形になりまして、非常にですね、まあ、現代日本とは特にね、かかりが深い国っていうことで、まあ、結構話すことがね、多くなりそうなので、はい。前半の、方はですね、まあ、ここから、ラストですね。まあ、終わりまでは、まあ、少なめに、まあ、1、2分ぐらいかな、サクッと話をして、後半の方のコーナーに行くというね、形にさせていただきたいと思います。はい。というわけで、今日は前半はね、まあ、そんなとこですというお話だけにね、したいと思います。ちょっとだけ歴史が詳しくなる指導者文明紹介。はい。このコーナーですね、毎回シビライゼーション6の一つの指導者と文明にスポットを当てまして、歴史的な話をしていくというトークコーナーになります。毎回自分のブログの方ですね、タンブラーの隠れ家、裏部屋の自分のブログ記事を大部分引用しながらお話をさせていただきたいと思います。はい。というわけで、こちらのコーナーもですね、残すところもうわずかと。いうことになりますが、前々から言っている通りですね、最後は日本で締めくくりにしたいなというふうに思っておりますので、今日はですね、まあ、ちょうどこの時期に、狙って重ねたわけではありませんが、つい先日ですね、まあ、8月15日ということで、まあ、終戦の日もありましたので、今日はですね、アメリカ行きたいと思います。はい。アメリカと指導者ですね。シビライゼーション6は、ルーズベルトが2パターンと、あと、後半の方にリンカーンが追加されましたけども、ちょっと全員はですね、紹介できないと思いますんで、このラジオでは。ルーズベルトの、まあ、日本とのね、関連に、のところを、こう、重点的に話をしようかなというふうに思います。はい。ということで、まず、指導者ですね。ティディ・ルーズベルト。この人物はですね、まあ、シビライゼーションだと、ティディというふうにね、記載されてますが、どっちかっていうと、セオドア・ルーズベルトというね、表記の方が、日本だと、馴染みやすいかなというふうに思います。ティディってのは、ミドルネームですね。というか、むしろですね、ルーズベルトという名前を聞くとですね、多分、どっちかというと、こう、一般的には、フランクリン・ルーズベルトの方をですね、指すことが多いんじゃないかなというふうに思います。日本での、こう、知名度っていうかね、だと。フランクリンは、第二次世界大戦の時のね、まあ、つまり、こう、日本と戦争した、戦ったですね、そういう、その時のこう大統領なんですけども、あの人がこう、第32代の大統領ですが、テディ・ルーズベルトはですね、第26代のアメリカ大統領になります。
で、日本とのこう関係性で言うとですね、フランクリン・ルーズベルトの方が日米戦でまあ完全に敵だったというのに対して、セオドアさんの方はですね、まあどっちかというとこう、まあ総合的にはっていうぐらいの言い方になりますけど、まあ少なくとも日露戦争の終結くらいまではですね、親日的であってですね。まあ、結構こう、日本にとってはありがたい人物だったのかなというふうに思います。日露戦争をね、停戦を仲介してくれたっていうことで、有名ですけども。はい。そんな人物なので、まあ、せっかくね、シビシックスでは、アメリカの指導者が、セオドア・ルーズベルトになってますんで、まあ、結構ね、日本の歴史に関わった人物ですんで、覚えておいてもいいんじゃないかなというふうに思います。で、そもそも、二人もですね、アメリカ大統領を輩出したこのルーズベルト家というとこはですね、まあ、大変こう財力が強い、家で、で、ビジネスと政治に強い影響力を持ってました。で、そんなルーズベルト家に生まれた、セオドアはですね、まあ自然と政治の世界へ進んでいきます。で、1898年に、アメリカとスペインの戦争が起きたんですけども、そこで、義勇兵として、軍人で、まあ、参加します。で、その時のですね、こう、義勇兵部隊を、ラフライダーズというふうに、まあ言うんですね。これが、シビプレイしてる方は、名前ね、馴染みがあると思いますけども、ラフライダーというね、こういうユニットができますけど、これがですね、由来になってます。はい。で、この、まあ、戦争で、一定の成果を上げまして、で、戦争後、軍人としては退役をするんですけども、まあ、その後、州知事だったかな、で、まあ、ニューヨーク州でですね、有名になります。で、1900年に、副大統領候補として当選。で、その時のですね、当時の大統領が、ウィリアム・マッキンリーっていう人だったんですけども、この人が暗殺で、殺されまして、で、繰り上げによってですね、まあ、セオドアが大統領になったということになります。まあ、そういうこう経緯だったんで、かなり若くしてですね、大統領になりまして、42歳っていうね、アメリカ史上こう最年少の若さで、大統領になりました。で、大統領になった後ですね、まあ、あんまこう、アメリカの中の話してもですね、まあ、僕もあんまり詳しくないですし、まあ、聞いてる方も そこはそんなに重要じゃないかなというふうに思いますんで、日本とのこう、関連的なことで言うとですね、まあ、日露戦争の終結までは、まあ、あれは彼がっていうよりはね、だけじゃなくて、こう、アメリカとしてのこの国としてのこう、思惑っていうのも ありましたが、まあ、日本とは仲良くしといた方がいいってことで、あれですね、日露戦争の終結まではうまくこうサポートしてくれたということがありました。ロシア、アメリカですね、こう、ロシアを、こう、満州から、追い出したいというふうに考えてたもんですから、まあ、日露戦争ではですね、まあ、イギリスと共に、まあ、日本側について、まあ、停戦務めてくれたということですね。で、これは確かロシアの、紹介の時にも、ちょっと話したかもしれませんが、日露戦争というのはあくまでもこう、日本の独独で、勝利したわけではありません。まあもちろんこう、だいぶね、バルチック艦隊、撃破したりとかして、こう、戦争の内容頑張ったんですけども、なかなかやっぱりこう、当時のこう、日本の国力と、それからこう、もう、大国だったね、ロシアとは、ものすごく国力差がありましたんで、一対一では、もう、なかなか勝負にならんということがあったんですけども、まあ、うまくですね、イギリスと、まあ、あと、停戦交渉とかね、うまくやってくれたアメリカとか、こういった国のですね、支援があって、うまく、勝利することができたということになります。で、まあ、そこまではですね、割とこう、日本に対して融和的だったんですけども、日露戦争を勝利した後は、まあ、思いのほか日本が強かったということで、まあ、アジアの脅威になるんじゃないかということから、ちょっとずつですね、方向性が変わってくるということになります。アメリカはですね、アジアだとフィリピンですね、あそこ植民地、持ってたんで、まあ、そこの植民地が危うくなるんじゃないかということを危惧したという形になります。
で、その後ですね、第一次世界大戦が、ありまして、で、その頃にですね、確か新しい政党を作ったんですね。そう、新しい政党を作って、革新党っていうね、政党を作るんですけども、これがブルームースなんですよ。はい。シビシックスでね、後々、後の方からですけど、ルーズベルトは、ラフライダーとブルームースっていうふうに分かれるんですけども、ラフライダーっていうのはこう、さっき紹介したように、義勇兵のことを、で、まあ、ラフライダーっていう名前なんですけども、まあ、ブルームースっていうのは何かっていうと、政治家として彼がね、立ち上げたこう、政党の名前ですね。これがまあ、シビライゼーション6では、指導者名の、とこに使われているということです。で、まあ、その後は、なんだかんだあって、まあ、選挙には負けてですね、それで、まあ、政治家としてはだいぶこう、交代して、それでまあ、晩年の頃になると、探検家としての側面が強くなってですね、結構こう、政治家としては大統領選も敗れちゃって、もう影薄くなっちゃうっていうのが、後半の方にあるんですけども、まあ、その頃になると、探検家として、結構いろんなアマゾン川の探検とかね、乗り出したりとか、まあ、そういうふうに、ちょっとこう、生き方を変えまして、それで、まあ、自然を、自然愛好家みたいなね、そういうこう、側面が強くなってたんですよ。なんで、まあ、シビシックスだと、ブルームースの方の、指導者の方は、なんかこう、自然主義的な能力になってますよね。あれはですね、晩年の、こう、セオドアがですね、まあ、政治をちょっとこう、一線退いた以降ですね、まあ、自然主義者的なですね、そういうこう、側面を能力として反映させたものなんじゃないかなというふうに思います。はい。続きまして、アメリカの話です。はい。アメリカはですね、自分のこう、ブログ記事だと、指導者別で、アメリカの、こう、建国の歴史から、みたいな、こう、まあ、簡単ですよね。それをこう、アメリカの、国の成り立ちみたいな話と、それから、やっぱりこう、日本とね、関連性がすごく深い国ですし、まあ、かつ、現代の、こう、世界でも、ナンバーワンの超大国ですから、やっぱりこう、ある程度、こう、内容がね、多くなってしまってますんで、二つにこう分けましたが、このラジオでは、片方だけですね、こう日本との関連性みたいな、そういうところだけの、紹介をしたいと思います。ので、まあ、全部、見たい方はね、ラジオの方、ごめんなさい、ブログの方の記事ね、読んでいただければと思います。はい。アメリカ、まあ、と、日本がですね、最初にこう、出会ったのは、まあ、歴史的にもですね、有名な黒船来航ってやつですね。あれが1853年になります。なんでまあ、そうやって聞くとね、こう、特にこう、シビライゼーション6、シビライゼーションのこのラジオではね、いろんな文明紹介してますんで、本当にこう、時代が古いような文明とかいろいろ紹介してきましたけどね。まあ、それに比べるとね、どうでしょうね。1853年に初めて出会ったので、もう本当にこう、人類史においてはね、まあ、つい最近みたいなね、感じですよね。はい。アメリカはですね、本当はまあ、現代でこそ、世界のナンバーワンのね、超大国なんですけども、人類史的に見れば本当にまあ、昨日今日できたばかりの国みたいな、すごく新しい国なんですよ。なので、まあ、当然その日本とのこう、初めての接触みたいなものも、まあ、日本もこう、歴史だいぶ、もう、世界最高の長さですけど、まあ、つい最近出会ったみたいな感じですね。1853年なんで、はい。江戸時代の末期ですね。はい。およそ200年前の出来事になります。はい。で、この頃のアメリカっていうのはですね、ヨーロッパから少しですね、遅れたんですね。ヨーロッパから少し遅れて、海外進出をしてきたということになりまして、まあ、ヨーロッパの植民地争奪戦に遅れて参戦してきて、まあ、アジアへの進出を目論んでいたと
ということになります。で、そんなアメリカがですね、鎖国中の日本になぜ接触してきたかということなんですよ。これなんかもね、まあ、日本史の、こう、義務教育の授業なんかでも出てくるんで、まあ、真面目に、まあ、真面目じゃなくても、まあ、適当にレベルでもね、義務教育でこう、聞いてた方はですね、ご存知かと思いますけど、油がね、欲しかったんですよ、アメリカは。鯨油ですね。マッコウクジラの、こう、クジラから、こう油が取れるんですけども、それが欲しかったんですね。産業革命が起こった以降はですね、まあ、ヨーロッパとかアメリカはそうなんですけども、数多くの工場がですね、夜も、まあ、機械が導入されましたんで、夜も動くようになりました。で、これでですね、たくさんのこう油がですね、必要になったんですけども、まあ、その油に昔はですね、クジラの油使ってたんですよ。なので、この油を取ると、いうためだけに、だからもう肉とかね、そういうのをこう、食べないんで捨てちゃうんですけど、油を取るというためだけにですね、ヨーロッパ諸国とかアメリカがですね、この1800年代の時代は、もうクジラをすごい乱獲したんですね。はい。というね、歴史があります。まあ、200年ぐらい経ったらですね、今度はね、その人たちがね、食用として、割と、こう、全体余すことなくですね、活用してって、来たですね、日本人をですね、ケークとかね、まあ、あと一部、日本以外にも、クジラ食べてるとこありますけど、そういうとこがね、クジラ食べるなっていう点に非難されるわけですからね、まあ、人間社会のこの、思想の移り変わりっていうのはね、なかなか面白いもんですけどね。まあ、面白いっていうふうに、そんな表現で済ませていいのかどうかわかりませんけど。まあ、ということですね。はい。なんで、昔は、むしろ、こう、油取って捨ててたっていうだけなんで、諸外国の方がですね、それはヨーロッパとかアメリカの方が、よっぽどこう、クジラをたくさん乱獲してました。はい。で、そういうことあってですね、クジラを、取るためにね、海出てたんですけど、その、船のこの、給油地が欲しかったってことで、まあ、それでこう、の港が、あの辺に、ね、こう開いて欲しかったんですね。まあ、それでこう、日本には開国を迫ってきたという経緯がありました。はい。で、まあ、有名なマシュー・ペリーですね。はい。この人が、黒船でやってきまして、まあ、大体、公的にはですね、ここでこう、初接触みたいな形になるんですけども、まあ実はその後50年ぐらい前にね、アメリカの冒険商人が日本に来たりはしてまして、アメリカ人とこう厳密に初めて接触したっていうのはもっと前というふうに言われてるんですけども、ちゃんとこう正式にね、国対国みたいな、まあ日本は当時はこう江戸幕府みたいな形でしたけども、まあそういう形で国対国という形でちゃんとで、会合したのはね、黒船来航の時になります。でね、この時もね、まあ、徳川はね、まあ、200年こう平和な時代続きましたので、まあ、最初の方とか結構いい統治はしてたと思うんですけども、やっぱ終盤の方はね、なかなかこう、堕落してしまっていてですね、アメリカもね、本当は、まあ、鎖国しただって言っても、オランダとか、この辺もまあ、日本史の事情でよく出てくることなんでね、有名ですけど、オランダとか一部の国とは防衛してたんで、ちゃんと聞いてたんですよ。アメリカ来るぞと、なんか、うちと違って結構こう、ブイブイ言わせてる、やばい国が来るよということは、もう結構前からですね、情報は来てたんですよ。来てたんですけど、江戸幕府はですね、まあ、こう、聞かないふりみたいなね、感じで、ちょっとまあ、そういうやべえのいるらしいけど、まあ、考え、ないでおこうみたいな感じでね、こう、どういう意図があったのかよくわかりませんけど、結局ですね、スルーしたんですね。で、結局その結果ですね、何の対策もせずに、まあ、黒船来航来てしまってですね、結局、あんなことになってしまったんですよ。なのでね、本当にまあ、情報なくて、いきなりアメリカ来てっていうことであれば、なかなか、やっぱ、その状態でね、
アメリカとこう、日本でだいぶ国力差がありましたんで、まあ、しょうがないかなという気もするんですけど、だいぶ前からね、情報を持ってたんでね、なんかもう少し、ね、対策しとけばよかったんじゃないっていうふうな、ことをこう、今の時代のね、あれから見ると思うんですけど、まあ、何も対応しなかったんですね。はい。まあ、ということがあって、まあ、どうしてもやっぱりね、長くこう、平和な時代を続けたっていうことで、まあ、その意味では、徳川の世も、まあ、ようやったとは思うんですけど、まあ、やっぱり、さすがにそれが200年とか続くとね、まあ、さすがに平和ボケしてしまったのかもしれませんね。はい。で、まあ、こっからですね、日本とアメリカの接触が始まりまして、まあ、日本の教科書には必ず登場する日米和親条約ってやつですね。はい。これが締結されました。で、その後、1896年になって、で、ペリーの後に来日したハリスっていう人と、貿易関係について、締結したのが、これも有名な日米通商、日米修好通商、条約だね。まあ、大体この辺、全部ね、こう、義務教育だ、丸暗記にして、で、覚えさせられたと思うんですけどね。はい。まあ、そういう不平等条約として知られますけど、これがね。はい。ということがありました。で、この時にですね、世界と日本の違いっていうのを、ここ逆にね、まあ、聞いてこの丸暗記なんてそんなところまで、細かく覚えなくてもいいんじゃないってかっていうと、こう、日本の歴史の授業では全部こう、丸暗記させられるんですけども、そんなことよりもね、こっちの方が重要なんじゃないかっていうことが、ある意味あんまりこう、日本の、義務教育では出てこないんですけど、他の国とのこの比較はね、重要で、この当時、アジア圏は他どうだったかっていうとですね、日本以外の国はほとんど植民地にされました。まあ、中国はね、こう完全な植民地っていう形じゃなかったですけども、ここかなりこう食い物にね、アヘン戦争とかでやられましたんで、まあ、それに近い状態でしたけども、ほとんどの、アジア、それからまあアフリカとかそうでしたけど、あの辺の、こう、ヨーロッパやアメリカから見ればですね、科学水準が遅れている国、他国っていうのは、ほとんど植民地になったんですね。で、そんな中、日本は植民地にはなりませんでした。で、まあ、これはですね、まあ、ヨーロッパとかアメリカに比べれば、産業革命が遅れましたので、その辺の遅れはあったんですけども、とはいえ、ちょっとこの国はきついなという、そういうこう、軍事力、ですね。まあ、国の、国力があったんでね、日本は。なんで、まあ、その前から来てたポルトガル、スペイン、オランダとかもそうなんですけど、ちょっとここはね、さすがにきついかなと。武力で真っ向から行くのは、さすがにしんどいなということで、まあ、当時なんかね、こう今以上に何もこう人権とかそういうのもない時代ですから、もう全然こうバリバリ、人種差別時代ですからね。なんで、別に弱ければ簡単にやられちゃったと思うんですけど、まあ、そういうことで、日本はですね、たまたまって言い方は良くないけどね、他の、アジアの国とかに比べれば、まだ、そういう国力がしっかりしてたんで、植民地にならずに済んだということでした。ただ、不平等条約はね、やられましたけど。まあ、ということで、まあ、辛くもですね、植民地支配を受けずに、何度かこう、アメリカとのこう、会合を済ませたという形になりました。まあ、明治維新とかね、あの辺の時は本当に危うかったんじゃないかなと思うんですけどね。あの明治維新とかの内戦、はですね、すごくこう危険な時だったなというふうに思います。大体こう、内戦からね、現代の戦争とかもそうですけど、内戦とかから、それを口実にしてね、介入してくるみたいなことよくありますからね。あそこでこう、国力疲弊してたらね、それでこう、入り込まれるみたいなこともあったんじゃないかなというふうに思いますけど。まあ、徳川幕府はね、まあ終盤はこう、だいぶ平和ボケしてたかなっていうところあったんですけど、最後のね、引き際は、個人的には良かったんじゃないかなというふうに評価をしております。この辺はまた日本の話で詳しくしたいなというふうに思いますけどね。はい。
あの、徳川最後の将軍とかね、結構自分は評価高いかな。そうだね。うん。結構高いですね、あの人はね。あの、あんまりこう、あの、世間的には、あの、知られてない人物かと思いますけどね。はい。ということで、ま、あの、天下分け目の関ヶ原の時もそうだったんですけど、日本の場合は、あの、内戦で、大量の死者が出てですね、国家が二分されるみたいなことが、出来事が歴史上ほとんど起こっていない国ですんで、まあ、そういうこともあってですね、まあ、うまくこう、内戦や内乱で国力を疲弊させなかったんでね、まあ、ああいうこう植民地支配してくるような帝国が来た時もね、まあ、うまくこう、やり過ごすことができたということがありました。で、その後、まあ、日露戦争のところぐらいの場合、さっきのこう、ルーズベルトの話したのでいいですかね。まあ、ちょっと割愛します。で、まあ、セオドア・ルーズベルトがうまくこう、平和交渉を仲介とかしてくれたこともあってですね、日露戦争、まあ、その前の日清戦争もそうですね、日清日露とですね、戦争立て続けに勝って、で、一気にですね、日本は、国際的な地位が、向上しまして、先進国の仲間入りを果たすということになります。ところがですね、まあ、あまりにもね、日本がこう、急速に、躍進をし続けてしまったもんですから、まあ、19世紀頃になるとですね、今度はこう、ヨーロッパやアメリカで日本脅威論みたいなものがですね、登場するようになってしまいました。まあ、大岡論というやつですね、俗に言う。まあ、要するにこう、アジア人って危険じゃねみたいな、こう、そういう思想なんですけども、そういうのがですね、アメリカとかヨーロッパで広まってしまいまして、で、大体この辺からですね、日米間に、亀裂がですね、走っていくということになります。で、とはいえ、まあ、第一次世界大戦はですね、そんなにこう大きな溝がありませんで、まあ、日本もこう、戦勝国側ですよね。として、まあ、うまくこう、立ち回ることができたんですけども、まあ、その後ですね、この辺りから、ちょっとこう、日本の失敗の歴史というか、ところに入っていくんですけども、まあ、アメリカですね、第一次世界大戦の後は、しばらく20年ぐらいは、絶頂期なんですよ。で、ものすごくこう、バブリーなんですけど、で、バブリーになりすぎて、それ弾けるんですね。で、それ世界恐慌というやつなんですけど、この世界恐慌が来てしまって、で、一気にですね、経済がしんどくなってしまいました。で、このね、世界恐慌のせいでっていう感じなんですけど、本当に。まあ、この世界恐慌でですね、欧米の、まあ、日本とかヨーロッ、ああ、ごめんなさい、アメリカとかヨーロッパとかですね、そういうこう、植民地帝国はですね、まあ、やっぱ自国優先っていうことで、経済をこう、自国と植民地だけでシャットアウトしてしまって、もう閉めちゃったんですよ。で、対して、日本はま、一応こう、日韓併合はしてたんですけども、欧米の植民地支配とかなり形が違いますし、まあそもそも欧米に比べて、そういうこう植民地としてのこう領土みたいなものが、外に広がってるみたいなこともないんで、そもそもが。なので、他の国が、経済をシャットアウトしちゃうとですね、結構ダメージがきつかったんですよ。で、どんどん、あと、加えて、日露戦争のね、戦後処理の失敗ですね。この辺は確か日本、あれですね、歴史の教科書とかでも、まあよく出てくると思うんですけど、日清戦争のね、あとはだいぶこう、経済良かったんですけども、日露戦争の後は、経済だいぶ悪くなってしまってですね、それで、もうどんどん、低迷していきます。で、まあ、これとね、似たような状況になったのがドイツなんですけども、ドイツはですね、もっときつくて、第二次世界大戦、負けた側ですから、戦後賠償とかでね、まあ、きつくて、本当にまあ、過激化していくんですけども、まあ、日本もですね、そういうような形で、経済がどんどんこう、厳しくなっていって、で、それで、人々の思想がちょっとずつ、過激化していくという形になります。で、結局、世界恐慌で苦しんだ日本は、満州事変とかね、はじめとするですね、ま、中国への、軍事行動っていうのを取ります。この辺はね、ちょっとね、まあ、いろいろとこう、
中国に対する軍事行動をどういうふうに評価するかっていうのは、まあ、多分こう専門家でも意見が分かれるレベルのかなり、難しい話なので、一応自分なりのこう見解みたいなものは、まあ、あるはあるんですけど、まあ、ブログにはね、ちょっと書いてはいるんですけど、まあ、ちょっとその辺は割愛します。はい。詳しく、知りたい方は、ブログの記事の方を読んでいただければと思います。まあ、本当にね、特にこう、自国の日本とね、アメリカ、まあ、韓国はね、まあ、いいけど、まあ、中国とかね、その辺の話はだいぶ難しいので、自分自身いろいろと勉強しながら、どういうふうに評価するかなというのを自分なりに考えながらね、いろいろとこう、日々考え続けないといけないなっていうふうに思いますけど、その辺はね。まあ、ちょっとこの辺は割愛します。で、満州事変の、頃くらいからですね、本当にアメリカとの、溝は、だいぶ深まってしまいまして、で、これで ABCD 包囲網ってやつですね。これもまあ、歴史の教科書では必ず出てくるんで、有名だと思いますけど、アメリカ、オーストラリア、それイギリス、オランダと。この辺はですね、完全にこう、禁輸を行ってですね、日本製品ボイコットという形になってですね、これで、もう経済ではもう徹底的に追い詰められるという形になりました。で、そんで、いよいよ、真珠湾攻撃ですね。これで日米開戦ということに至ります。はい。まあ、この辺もだいぶ日米開戦以降もですね、いろいろとこうあるんですけども、ちょっとこの辺も長くなりそうにするんで、割愛しますか。ちょっともうだいぶもう30分過ぎちゃいますね、これね。アメリカしょうがないか。はい。それでですね、まあ、いろいろとこう、日米開戦、どういう意図があったかみたいなことも、まあ、諸説ありますが、結局ですね、まあ、日本からの抗議で開戦しちゃったわけですよ。ね、これによってですね、超大国のアメリカが、しかも、もう強烈に、日本を倒すというモチベーションを持ってですね、参戦をして、来てしまいました。日本の教育だとですね、大体こう、太平洋戦争、まあ、当時の言い方だと大東亜戦争ですね。これはま、日本のボロ負けだったっていう印象を強く受けるんですけども、厳密にはね、そうじゃないんですよ。アメリカ以外には負けれないんですね。アメリカ以外の他のヨーロッパの、植民地統括軍とかと戦ってたんですけど、それはね、全然いけてたんで、アメリカ以外とは、負けてないんですけど、アメリカでできたらね、もう無理ゲーなんですよ。本当に。大体ね、当時のね、日本の、石油の消費量の、今とそんな変わんないですけど、まあ、自国内にそういう資源ないんで、ほとんど輸入なんですけども、ほぼアメリカから輸入してたんで、もうね、それでアメリカと戦争しちゃうともう、どうしようもないですよね。まあ、ということで、アメリカ参戦の後は、まあ、義務教育の、こう、通りですけど、本当にまあ、ごく一部、序盤勝利する、戦争もある、戦いもあるんですけども、まあ、ね、エネルギーなくてね、長期的には全然戦えないということで、まあ、後半の方はもうボロボロに痛めつけられまして、で、結局、東京大空襲とかね、原子爆弾ですね、とか、まあ、2回も受けましてですね、敗戦という形になりました。ちなみに補足するとですね、別に戦前でも、ハーグ陸戦条約とかあってですね、民間人虐殺するのはダメなんで、別にその当時は良かったとかそういうことはないです、別に。当時からダメだったんですけど、まあ、結局、実際そういうものがあってもですね、まあ、ドイツの方もね、終盤そうだったんですけど、もう本当に民間人とかこう虐殺されるんで、まあ、なかなかね、実際に戦争になっちゃうとね、そういうことになるんですね。どうしてもね。まあ、とはいえ、こう、許していいことではありませんが。はい。で、そういった事実がありましてですね、まあ、日本は降伏という形になりました。ちなみにね、これね、よくね、無条件降伏ってね、僕も、確か
歴史の授業では、ね、無条件降伏というふうになったと思うんですけども、厳密にはね、無条件ではないんですよ。一応国体の保持とか条件出してるんで、無条件じゃないんですけども、まあ、最終的には、それで昭和天皇は、処刑されずにですね、皇室制度は維持、されて、まあ、なんとかギリギリのところでね、日本国、として、まあ、存続していくことができたという形になります。ただですね、まあ、戦後はですね、マッカーサーで来てですね、GHQ っていうこの、統括が来たんですけども、まあ、だいぶこう、ボコボコにですね、弱体化政策を行われまして、まあ、だいぶですね、国力を低下、まあ、いろんな意味で低下させることになりました。この辺は詳しくは、いろいろと、ブログには書いてますんで、詳しく知りたい方は、読んでいただければと思います。で、まあ、その構図のままですね、現代に至るという形になります。はい。そんなとこかな。まあ、まあ、だね、アメリカっていう国はね、確かにこう、本当にまあ、いろいろとこう、やばい。まあ、前回のこう、イギリスの、まあ、やばい国って言っても、大体どこもこう、世界各国やばい国ばかりなんですが、同じね、まあ、民主主義とか、そういうところ同じだって言ってもね、結構やばい国ばっかなんですよ。まあ、とはいえね、人類史的に見て、やっぱりこう、日米戦争ってなんかこう、残念な戦争でしたね。まあ、なぜこう、戦ったんだろう、みたいな。結局、あそこで、次期トップリーダーで、しかもまあ、そういうこう、細かいところの違いはあれど、まあ、とはいえ、民主主義とか自由とか、そういったところをお互い同じだった、日本とアメリカが、結局あそこで戦ってしまったせいで、まあ、こう、今のね、世界になってしまったわけですよね。結局そのせいで、共産主義とか台頭してしまってみたいなことになったので、まあ、本当になんか残念な戦いでしたね、あれはね。なぜ戦ったんだ、みたいな、ここはね。はい。という、まあ、いろいろとね、歴史の話だけじゃなくて、まあ、いろいろとこう、思うところもいろいろとありますが、はい。もう30分過ぎてね。まあ、結構、はしょりましたけど、まあ、この辺にしておきますか。はい。そうですね。せっかくシビライゼーションでは、まあ、ちょっと冒頭の話に戻りますが、指導者がですね、セオドア・ルーズベルトさん入ってますんで、まあ、せっかくなんで、こういうゲームをきっかけにですね、そういった日本との関連性みたいなものをですね、知ってもらえる方が増えたらいいなというふうに思います。はい、というわけで、まあ、今週からあとあれですね、残ってる国は全部、こんな感じのボリュームになると思いますんで、ほとんどですね後半の方がメインになると思います。残り中国、韓国はまあそこまでは長くならないと思うけど、まあ韓国。そして最後、日本ですね。日本だけは、あれですね、リーダーパスで徳川家康追加されましたので、ちょっと頑張って指導者二人分やろうかなと思いますけど、はい。ということで、はい、今日はアメリカでした。今日のラジオはこれで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また、どこかのラジオでお会いしましょう。お疲れ様でした。バイバイ。